はいどうもブリーダーズ358グルメ隊員より動画投稿ございました。本日デカ盛りで有名なあの店に行ってきたらしいですよ。さあ装飾のグルメ隊員何を頼むのでしょうか。デカ盛りの店で、ただ私フレブル社長ね、この店行ってみたいなと思ってたんだけど、まだ一回も行ったことなくてね、店の中がどうなっているとか、あと店がどこにあるとかね、ちょっと分かんなかったからね、この情報ちょっとラッキーです。僕の元々の上司はね、この店大好きで、よくあの唐揚げ定食のデカ盛りがうんぬんっていう話をね、あの盛り上がってるのよく聞いてました。確かに初めてのお店ってどうなってるか分かんないから、どこに座ればいいのか、先に注文するのか後に払うのか、メニューはどこに書いてあるのかね、なんか右往左往しちゃうからドキドキするよね。あ、カツカレーラーメン、カツカレーラーメン、カツラーメン、あとはカキフライ定食も捨てがたいな。唐揚げラーメンあるんだ。もやしラーメンとかもちょっといいな。ちょい寒い時なんかニラ玉ラーメンうまそうだな、温まりそう。まあ、こちらのお店はもう食堂としてね、かなり知る人ぞ知るデカ盛り店だから、私フレブル社長が行く時はやっぱりこの唐揚げ定食、この唐揚げ定食でまずは攻めたいね。はい、この番組はあなたのチャンネル登録と高評価で成り立っております。ぜひあなたの清き一票をポチッと、めんどくさいかもしれないけどよろしくお願いいたします。帰りできるんだ、これいいな。やっぱデカ盛りのお店で食べきれないとね、ちょっと寂しいもんね。グルメ隊員取るのうまくなったな。なんかうまそうに見えるわ、ラーメンがめちゃくちゃ食いてー。ラーメンはねやっぱネギが俺好きなんだよな。だからネギ多めのところはねぜひ攻めたい。あ、海苔だ、海苔のところがね、これがまたうまいんだよ。海の香りを口いっぱいに吸い込め。
はい、ということでブリーダーズ358プレゼンツ町グルメ、どうでしたかね。ラーメンうまそうでしたね。ということで、県舎のご様子もちょっと間に挟ませて、間というかね、番組後半につけさせていただきます。はい、今現在寝起きの福ちゃんでございます。うわー、もうお腹パンパンや。こいつ食欲に任せて食い続けるからね。正直今現状、犬なのかイノシシなのか、はたまたウサギなのか、微妙なところではあるよね、見た感じ。まあ寝起きの福ちゃんはね、小さなおっさんみたいな感じで、もうね、全く動きが鈍いというか、ウケるわこいつ。あ、そういえば一蘭のカップラーメン400いくらで売ってましたね。ヒカキンも動画にしてたし、ヒカキンにあやかってフレブル社長も明日一蘭のカップラーメン動画上げようかと思ってます。世の中パクリでなんぼでしょう。はい、小さなおっさん、やっと体勢をちょっと起こしましたね。しかしでっけくなったの、服。あと本当の政権さんもうだいぶ近いの。そう、服はね、同じ時期に生まれた子犬の中ではね、もう群を抜いて小さい方だったんだけど、こいつの食欲がね半端なくて、うちに来てからのこのでかくなり方がすごいよね。急成長を遂げております福ちゃんでございます。ではでは、どうもありがとうございます。